調査兵団に迎え入れられたエレンは特別作戦班、通称リヴァイ班に加えられた。調子に乗るなよ新兵。巨人だかなんだか知らんが、お前のようなガキに兵長がつきっきりになるな。オールオ、変な喋り方してるから舌を噛むんだよ。まさかリヴァイ兵長の真似してるつもりじゃないよね。これからよろしくなエレン。しかし未だに信じられないな、巨人になれるなんて。リヴァイ班の4人、兵長が選んだ調査兵団切っての精鋭。俺が暴走したらこの人たちに殺されることになる。やあリヴァイ班の皆さん、調子はどう？私は今捕らえた2体の巨人の生態調査を担当してるんだ。次の実験にはエレンも協力してくれるよね？すみません、俺の一存では何も決められないんです。ところで、あの巨人の実験とはどういうものですか？やっぱり聞きたそうな顔してると思った。聞かせてあげないとね。今回捕まえたあの子たちは。大変です、ハンジ分隊長、被験隊が捕まえた巨人が2体とも殺されました。なんだって？はい。なんてこった。ミカサ、アルミ、
しばらくぶりに会った気がするぞ。エレン、大丈夫？何かひどいことはされてない？ねえよ、そんなこと。それより被検体の巨人が死んだけ、そっちで何か聞いてないか？見張りの兵士が犯人が逃げていくところを見ているんだ。正体は不明だけど立体軌道で去っていったらしい。僕たちも無断で立体軌道装置を使ってないか調べられたけど、結局誰の装置にも使用した形跡はなかったって。エレン！お前らここにいるってことは調査兵になったのか？じゃあ憲兵団に行ったのはジャンと兄とマルコか？兄は憲兵団だ。マルコは？マルコは死んだ。じゃあまさかお前まで？今なんて言った？マルコが死んだって言ったのか？誰しも劇的に死ねるってわけでもないらしいぜ。どんな最後だったかもわかんねえよ。エレン、お前巨人になった時ミカサを殺そうとしたらしいな。つまり巨人の力を掌握する術を持ち合わせてねえと。ああ、そうだ。俺たちと人類の命がこれにかかってる。このために俺たちはマルコのように人知れず死ぬんだろうな。なあエレン、俺たちはお前に見返りを求めてる。きっちり寝踏みさせてくれよ。自分の命に見合うのかもな。だからエレン、お前本当に頼むぞ。ああ。人類の底力を見せてやるぜ。巨人が怖くて兵士が務まるかよ。くそ！
これより人類はまた一歩前進する。お前たちの成果を見せてくれ。カリモン、第57回壁外調査を開始する。進め。馬に乗ってりゃ楽勝だろ。で、俺たちはどうすりゃいいんだっけ。私たちは本体の進路にいる巨人を排除して彼らの進軍を支援する。油断しないで。大通りで複数の15メートル級を確認。この通りは避けるか。この通りは旧市街地の出口への最短ルート。本体との接触前に奴らを倒す。15メートル級を確認。さすがにこの数は避けるべきだ。出口まであと少し。一か八かやってみる。まずは旧市街地を抜ける。総員進め。遅れだった。本体は迂回ルートへ移った。まだだ。救援要請。しまったよ。
ミカサ、瓦礫で道が塞がれているの。砲台で崩せそうだけど、巨人が邪魔で。カッサバイデ、瓦礫を崩す前に本体が来てしまった。別のルートを進んでもらうしかない。ごめんなさい、私がもっとしっかりしていれば。落とした。味方が苦戦している。行かないと。砲台で片付けたいんだが、どうにも巨人が邪魔でよ。それなら先に巨人を排除してから砲台を使うしかないでしょう。進軍ルートは確保できた。さすがミカサ、任せて正解だったよ。お前と一緒に行けば楽できそうだ。さすがは首席のミカサ様だ。カッサバイデ、救援要請。連携して作戦を続けるぞ。ついてきてほしい。一緒に行かせて。
てやる。生きられるのは勝者だけ。散らしてやる。出口に飛行士が現れた。これじゃ旧市街地を抜けられないぞ。飛行士なら直接倒すしかない。
これで無事に旧市街地を出られる。ここからが壁外遠征の本番。よっしゃ！あいつら、俺の同期は巨人に勝てますかね。はあ？壁外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ。しっかりしろよ、エレン。これから俺たちは団長公安の長距離索敵陣形を取る。分かってると思うが、前方の兵が索敵伝達を行い、
陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし行動が予想できない機甲種に対しては戦闘が必要だ。今は隊列を乱すなよ。長距離作戦陣形展開。じゃあな、アルミ。巨人と出くわしてもちびんなよ。うん、二人もね。右翼の陣形が乱れている。索敵の取りこぼしか。右翼へ向かうぞ。ここで食い止めないと陣形を崩される。人を追ってこない。気候子だ。俺が注意を引く。その間に仕留めろ。先輩たちが引き止めてる間に仕留めないと。ついてねえ。行くんだ。頼んだよ、頼んだよ。了解だ。はっ、役に立てた。行くんだ。頼んだよ。了解だ。僕だってやってやる。僕だってやってやる。落とせたぞ。行くんだ。頼んだよ、頼んだよ。了解だ。無事だな、アルレルト。隊列に戻るぞ。了解です。違うぞ。気候子じゃない。
やつには知性がある。まずいよ、どうしよう、僕も死ぬ、殺される。殺さないのか。顔を確認した。アルミン、おい、立てるか。とにかく馬に乗れ。奴、うん、は貴公子か。違う、あいつは巨人の体をまとった人間だ。してる時間はねえぞ。このままじゃ司令班まで潰されて全滅だ。この距離ならまだ奴の気を引いて撤退までの時間を稼げる。力を貸せ。頼んだよ。できんな。余裕はねえが。
奴の存在を本体に知らせないと。だが巨人が邪魔だ。天霊班が襲われている。助けないと。司令班に到達したら終わりだ。まさかあいつが巨人を率いてきたのか。頼んだよ。ああ待って。助かった。俺は本体へ伝令に向かう。お前たちも気をつけろよ。なんかないぞ。頼んだよ。あ、任せた。やっ。口頭伝達です。右翼索敵、壊滅的打撃。わかった。増援を出す。陣形を崩されるな。してんのか。まずいな。できるよ。頼んだよ。迷惑かけてごめん。奴が探しているのもきっとエレンだ。エレンなら右翼にいたはずだろう。作戦企画書に書いてあったぞ。そんな前線に置かれるわけがない。中央後方とかにいるはずだ。このまま奴の注意を引く。ただし無茶だけはしてくれるな。なぜ巨人がこんなに。 あっちの班にも奴のことを伝えねえと。足止めするんだ。この化け物は。
鬼ジャンか。俺の知るジャンは自分のことしか考えてない男のはずだ。ただ今ならやれるはずだ。誰のものとも知れない炎の燃えかすにがっかりされたくないだけだ。めったかりさ、間に合ってくれ。やった。女型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だったが、撤退はせずそのまま巨大種の森へと侵入した。兵長、ここ森ですよ。こんな場所じゃ巨人の接近に気づけません。分かりきったことをピーピーわめくな。もうそんなことできるわけねえだろ。
お前ら剣を抜け。それが姿を現すとしたら一瞬だ。背後より増援。走れ。俺たちはこのまま馬で駆ける。今は前を向いて進め。兵長、立体軌道に移りましょう。兵長、指示を。解き合いましょう。あいつは危険です。俺たちがやるべきです。お前なんかに手こずってる暇はないんだ。すみません、兵長。お前らの仕事は何だ。その時々の感情に身を任せるだけか。そうじゃなかったはずだ。この班の使命はそこのクソ脇に傷一つつけないよう尽くすことだ。命の限り。了解です、兵長。この班の任務は俺の監視じゃ。救援助かりました。追ってくる巨人を足止めします。おとなしくやろう。早い、奴が接近してきます。エレンを失ったら終わりだ。これ以上近づかれるな。費やすわけには。すみません、兵長。初めて相手して俺の敵じゃない。どうしても。マジおとなしくしてよ。救援感謝します。ありがとうございます。すぐに目標の巨人の方に向かいます。僕も仲間を死ね。味方が戦ってます。早く援護しなければやられません。エレン、前を向け。歩調を乱すな。最高速度を保て。なぜリヴァイ班がやらなくて誰があいつを止められるんですか。まとめて相手に。了解しました。すぐに片付けてやるぞ。どうして。今なんかに手こずってる暇はないんだ。どうして。お前らの仕事は何だ。その時々の感情に身を任せるだけか。そうじゃなかったはずだ。この班の使命は
そこのクソガキに傷一つつけないよう尽くすことだ。命の限り。了解です、兵長。この班の任務は俺の監視じゃ。まとめて相手して。救援助かりました。追ってくる巨人を足止めします。おとなしくしてろ。早い、奴が接近してきます。エレンを失ったら終わりだ。これ以上近づかれるな。おとなしくしてろ。ここで時間を費やすわけには。ありがとうございます。すぐに目標の巨人の方に向かいます。僕も仲間を死ねー。味方が戦ってます。早く援護しなければやられません。エレン、前を向け。歩調を乱すな。最高速度を保て。なぜリヴァイ班がやらなくて誰があいつを止められるんですか。すぐに片付けてやるぞ。どうした、化け物。られたかもしれないのに。すみません、後方に回って巨人を止めます。まとめて相手して。どうした。邪魔な巨人め。やるしかねえ。行くぞ。また戦ってる味方がいます。今ならまだ間に合う。エレン、前を向いて走りなさい。戦いから目を背けろって言うんですか。仲間を見殺しにして逃げろって。やる。援護感謝します。後ろは任せてください。する理由が分かりません。それを説明しない理由もなぜです。それが分からないのはお前がまだひよっこだからだ。黙って従え。どうして化け物。力にばっか頼ってんだ。巨人になれば一人でだって戦える。エレン、何を考えてるの。エレン、まさか私たちと約束したでしょ。巨人化が許されるのはあなたの命が危うくなった時だけ。
遅い。さっさと決めろ。進みます。目標加速します。走れ。このまま逃げ切る。兵長、進め。俺とは一旦別行動だ。適切な距離であの巨人からエレンを隠せ。いいな。まさかあの巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。舐めてんじゃねえぞバーカ。分かったか。はい。女型の巨人の動きは止まったようだな。まだ油断はできない。しかしよくこのポイントまで誘導してくれた。後列の班が命を落として戦ってくれたおかげで時間を稼げた。あれがなければ不可能だった。そうか。そうだ、彼らのおかげでこいつの同じの中にいる奴と会える。中で小便漏らしてねえといいんだが。なんだと。くそ。
あの長官、ふざけた命令しやがって。当初の兵站拠点作りの作戦を放棄して森に入る巨人を食っちゃん。それじゃあどうするの？どうするって、そりゃ命令に従う。巨人を森に入れない。お前もそうするべきだと思うんだろう、アルミ。何やら分け知り顔だが。そもそも作戦の本当の目的が何であれ、団長はもっと多くの兵に作戦を教えておくべきだったんじゃねえのか。こんなやり方、余計な死人を増やすだけだろうか。いや、団長は間違ってないよ。非常かもしれないけど、僕はそれでいいと思う、ジャン。僕は大して長くも生きてないけど、確信してることがあるんだ。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう。前方より巨人接近。行くぞアルミ。巨人接近。ここで食い止める。各員戦闘開始。頼んだよ。私も行こう。ついてきてくれ。私も行く。森の入り口の守備は防衛班が担当する。各班は防衛班に近づき巨人を排除せよ。巨人を森の中に入れなきゃいいんだ。防衛班がやられて巨人が森へ入ったら僕らの負けだ。死守しないと。頼んだよ頼んだよ。分かったぜ。頼んだよ。はーい。巨人が森の入り口へ接近。頼んだよ。こんな場所じゃ立体機動装置が活かせねえ。あの長官、どんなつもりだ。頼んだよ。分かったぜ。役に立てた。救援要請だ。あっちでクリスタの班が苦戦してるみたいだ。どうしよう。頼んだよ。分かったぜ。頼んだよ。行くな。頼んだよ。頼んだよ。分かったぜ。了解だ。役に立てた。負けるもんか。頼んだよ。了解。行くよ。頼んだよ。頼んだよ。もらってよかったぜ。もう大丈夫だ。
クリスタは欠員が出た班の援護に回れ。はい、アルミ、私も一緒に行くよ。ああ、助かる。よし、行こうぜ。救援要請か、待ってろ。同期の連中は無事だろうな。頼んだよ。新兵、お前はそっちの班の援護へ行け。ここは俺たちに任せろ。はい。おい、クリスタ、お前についていくよ。救援要請だ。あっちはコニーのいる班か。向こうにも配送があったはずだ。確保すれば有利になる。負けるもんか。頼んだよ。分かったぞ。くそ、負けてたまるか。シンペ、無茶するなよ。負けるもんか。頼んだよ。すまねえな。ここは俺たちの班が守っておく。ああ、頼んだよ。あの縁談、助けが必要だな。時間がない。急がないと。
巨人に来やがれ。ライナー、怪我がなさそうでよかった。ライナー、ここは私たちに任せて、欠員が出た班の援護に回って。了解です。クリスタ、俺もお前らに同行するぞ。僕だってやってやる。負けるもんか。頼んだよ。分かったぜミカサ、援護するよ。僕だってやってやる。お前の作戦はまだ終わんねえのか。私は入り口の守りを固める。ああ、頼んだ。わかったぜ。負けるもんか。ライナー、大丈夫？無事だったの？ああ、平気だ。結婚しよう。僕だってやってやる。わかったぜ。物資の運搬中に襲われるなんてまずい。援護してくれ。ベルトルト、今助けるよ。頼んだよ。あ、頼んだよ。分かったぜ。助かったよ。これで任務を果たせる。
おい、ヤバそうな巨人が出てきたぞ。奴を森に入れちゃダメだ、止めないと。てめえ、びっくりしたじゃねえか。エルヴィン、匂うぞ。方角は全方位から多数、同時に。なんだこいつら、一斉に森の中に。おいてめえ、さっき何かしやがったな。巨人を死守せよ。集結し、陣形を再展開。
カラネスクに帰還せよ。やられたよ。なんて面だ。てめえ、そりゃ敵には全てを捨て去る覚悟があったということだ。まさか自分ごと巨人に食わせて情報を抹消するとは。俺の班のところへ戻る。奴らそう遠くへ行ってなければいいが。待て、リヴァイ。ガスと刃を補充していく。時間が惜しい。十分足りると思うが、なぜだ。命令だ、従え。了解だ、エルヴィ。お前の判断を信じよう。エルヴィン、どうしてリヴァイに補給させたの？時間がないのに。以前君が言っていた推論を思い出したからだ。超大型巨人が消えた時、中身は立体機動装置をあらかじめ装備していたから、蒸気に紛れて素早く逃げられた。今回も同じことが言えると思わないか。女型の中身が我々と同じ装備をまとい、兵士に紛れ込んでいたら。Ha ha ha.